今回写真展のタイトルから教えてください。はい、3774というタイトルになります。私と父との親子展なんですけども、父の年齢が74歳で、私が37歳で、まあ、年齢ちょうどダブルスコアっていうのもあって、年齢をタイトルにしました。来場の方からも、お父さんとよくできるねとか仲いいねって言われるんですけど、はい、割と子供の頃からも関係性は変わらなかったので、自分の中ではあまりその人からそうやって言われることで、あ、そうなんだ、珍しいんだっていうぐらいの感覚です。カメラの師匠はお父様になるんですか？あ、いや、あの、何か教えてもらったとか、これはダメだ、ああしろっていうのも全然なくて、ほったらかしでした。親子でここのギャラリーのオーナーがしている写真工学研究所っていうのは、あのグループに入ってるんですけども、まあ、そこで参加者同士で、こうでもない、あでもないって話はしますが、特に父から何かこうしろって言われたことはないですね。今回は、この写真展は桜井さんはどのようなテーマで？今うちの娘が3歳で、もしこの僕が帰り道に事故をして死んだ時に、娘は僕のことをどれだけ覚えてくれてるんだろうっていうのがありまして、写真が趣味の方っていうのはやっぱり撮りますから、その奥さんなり子供なりっていうのはアルバムに残っていくと思うんですけども、自分のことはあまり残ってないと。で、僕自身があのおじいちゃんを小学校に上がるまでに亡くしてるんですけど、ほぼおじいちゃんの記憶がないので、そしたら僕が今度そうなった時に、娘はどれだけ覚えててくれてるんだろうというところに当たりまして、何かこの写真を見た時に、何かこれを見て、ああそういえばお父さんあの時ああだったなとか、そういうお父さんがおったなぐらいの思いでは撮りました。縁起でもないこと言わないでください。一方、お父様はどのようなテーマで？父は朝ぼらけという、古い日本の書物にある言葉らしいんですけれども、夜が明ける直前のこう状態のことを朝ぼらけっていうそうなんですが、これはその海の風景を撮ってます。これちなみにどこの海なんですか？この杭が、見えてる、はい、この2枚は五ヌ海岸って言って、五ヌ川の松坂岩、23号線雲津川雲津大橋渡って最初の降りた信号を左に入ってずっと進んでいくと、東へ海の方向かっていくとここに出ます。ああそうですか、あまり行ったことないな。そうですね、田んぼの中走ってきます。あとのこの3枚は、あの川と岩田川の間のどっかで撮った写真。どっか朝行ってふっと堤防の上上がると、こんなところに漁船おるし、じゃあっつってステージでダーッと横っ端に走るから、はいはいはい、自転車で行かれるんですか？もう最近は自転車にしました。車持ってくとね、そうやってどっか移ろうかと思っても、車邪魔になってるんです、ね、あ、そうかそうか。かといって機材持って走っていくのも、確かにそうですね。そこだって決めていくわけじゃなくてっていう感じですか？堤防の上上がって、その瞬間に、ああって思って決めていく。ここが絵になるなと思ったらそっちに移動してっていう。このギャラリーはいつから運営されていましたですか？2016年の12月から、スタートしまして、今年で40秒で5年を迎えますね、またこののどかな三郷になぜっていう感じですけど、はい、のどかな本当に里山の風景の中に、一個扉を開けるとですね、こういう、ホワイトキューブの、空間が、存在するわけなんですけど、ここはもともと僕の、事務所が ある倉庫なんですけど、今はこういうふうに片付いてちゃんとギャラリーとして、機能してますが、もともとは物置で物置でもうなんかその当時の多分写真を見せてしまうとげんなりしてしまうぐらい、すごいものにあふれてて、
まあ、僕三重の津の出身なんですけど、はい、一旦名古屋に行ってまして、うん、その名古屋から、こちらへ三里へ移住してるんですけども、うん、その移住した時にもともとこの倉庫がありましたので、うん、それで、まあ、そこでも自分の写真をちょっと見てもらう空間として、はい、このいうようなギャラリーを2016年に、はい、ようやくオープンができて、松原さん自身もその写真家として活動されているということで、これまでどんなお仕事をされてきたんですかね。そうですね、まあ、僕の、まあ、自分の中での、まあ、代表作としては、はい、あの村の記憶というですね、うん、三重県内の農山村をですね、うん、こういろいろと大型カメラというちょっとあの古いカメラを使って、はい、それでこう巡ったものをですね、うん、写真集にしてまとめてあげてる、はい、それがまず一つの作品で、うん、あとは三重県のこう銭湯ですね、風呂屋さんを撮ってたり、はい、そういう、まあ、それをローカルパブリックバス銭湯っていうですねタイトルつけて、シリーズを作ってるところなんですけどね、はい、何でしたっけ、写真工学研究所ですね、はいはい、それはどういう活動なんですか。ですね、基本的に写真のまあ、楽しさを伝えるっていうのも、まあ、もちろんあるんですけど、まあ、あと技術の向上とか、うん、でもあのやっぱりこうそれぞれがこう持ってる写真の力みたいなものがありますので、うん、それぞれ撮ってくる写真の中にそこの写真の力を、伸ばしていくというか、うん、そこを探していったりとか、うん、なんかそういうことをこうやっていこうというそれを施設の研究機関としてやってみようという、まあ、そういう勝手なですね、思い込みで始めた研究所になります、はい、今参加者の方どれぐらいいらっしゃるんですかね。今定期の、まあ、コロナのこともあって、うん、定期のこう何ていうんですか、あの研究会ちょっと開催できてないんですけど、18名ぐらいいますね。そうですか、はい、その参加者の方々が例えばここで今回のように、はい、あの展示会をやったりとかっていうことも、もともとはそのここで、研究生のですね、うん、あれは昨年か、はい、だから3月、うん、一つのちょっと成果発表としてここで展示をする予定だったんですけど、はいはい、それがなんとやっぱあのコロナ禍のやっぱり、感染者数の増加とかですね、そういう中でまあ中止せざるを得ない、延期ではなくて中止をするというですね、うん、決断をして、まあ、そこでこう一旦、そういう発表ということがちょっと途切れたわけなんですけど、うん、まあ基本この研究生の一つの発表の場所として、うん、まあ、全員ではないにしてもやっぱりこうそれぞれな、まあ、なんか僕とその研究生の中のこうやり取りが進んでいって、うん、まあ、僕としてはやっぱりこのギャラリー0369でその写真展をする必然性というものがやっぱりすごい重要だと思ってるんで、それは単純にテクニックがうまいとか写真が美しいとかということではなくて、やはりそこには僕というオーナーがいて撮影者である制作者がいますよね。なのでそこのこうやり取りの中で僕が必然と感じれば開催していただきたりというふうに考えますよね。クソ生意気ですけどね。いやいや、アーティスティックですねやっぱりね。なんかね、やっぱりその必然がないものをやっちゃうと、うん、こういろんなものがこう混ざり込んじゃって、うん、僕が今までここで開催してきた写真家の方々がいるので、うん、その方々の写真をシリーズを薄めることにもなるだろうと、うん、それはちょっとやっぱり僕にはできないので、うんうん、何でもいいからどうぞと、とてもじゃないけど、うん、言いにくいですよね。はい、もうめっちゃくそ生意気です。いや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 。じゃあこれからもこのスペースではそのこだわりの展示がこう行われていくと思っていいですね。はい、ね、いや私もすごい田舎の山奥の生まれなんですけど、はい、なかなかそういうカルチャーが集まる場所がなかったりっていうのはジレンマに感じてて、やっぱり都会がいいなって思うところってそういうところだったりするんですよね。そのアートが集まったりだとか文化が集まる拠点がなかったっていうのがすごくジレンマだったりしたので、こういうスペースがねあるっていうのは地元の人たちにとってもいいでしょうね。なんかね、本当に今そのこのコロナ禍の中でなかなかそのやり取りがとてもやりづらいということのね部分もあるんですけど、でもまあそうは言いつつもやっぱり動きを止めずにやっぱりこうやることでこう見えてくる世界というのもあるだろうし、あとやっぱりそれこそやっぱり東京とか都市部の写真家の方とかを
こちらに可能な範囲で、はい、呼ばせていただいて、ね、その方の話をちょっと聞いてもらったりとかいうことで、なんかやっぱこっちから行かなくて、うん、もう都市部から来てもらうということで、うん、まあ、今ちょっとコロナ禍なかなかやりにくい状況でありますけど、なんかそこのベースをなんかこのギャラリーでは地方のギャラリーなので、なんかそこの基本軸を立てながら、なんか写真でなんかこう文化交流っていうとなんか聞こえはいいけど、なんか写真でなんかこの辺周辺を耕してないかなと僕はちゃんとやっぱり思っているんですけどね。